どうもこんにちは、うにまるです。今日もぷいぷいモルカーからもぐもぐパーキングの実況を始めてまいります。チャレンジステージの4からやってまいりたいと思います。動かせる回数は10回。今日もかわいいモルカーたちをぷいぷい言わせます。かわいい。キャラゲット、お姉さんですね。これは後でまとめてご紹介します。続いてチャレンジステージの5をやってまいります。回数制限は10回。なんか新しいキャラゲット。トレジャーを誘拐したやつらかな。さて続いてはチャレンジ6をやってまいります。回数制限は13回。ってなるのがほんと好き。難しいぞ。いやでもまだ言ってもチャレンジ6ですからね。ちょっと遅いよねこれね、動画上げるのね。もうみんななんかツイッターとかで言ってる人とか、普通のステージも1000以上言ってる人とか全然見ました。すごい。新しいキャラゲット。警察官。さて次はチャレンジ7をやってまいります。回数制限は12回。これもうみんなあれだよね、止め方を無視しすぎじゃない？普通線に沿って止めるんじゃないの？これ無法地帯だよね。これはもうクリアする絶対。よし、ステージクリア。新しいキャラゲット。過去の人、原始人でいいのかな。ナンバー4、悪人。トレジャーモルカーをさらった組織の一員。その目的とは何？これ、2期に続くみたいな。カミングスーン。ナンバー9、原始人。原始時代の人、この出会いが未来を変える。ナンバー11、お姉さん。ポテトのドライバーのお姉さん。ポテトに乗って仕事に行く。バンザーイってしてるね。いつも驚いて。ナンバー16、警察官。バトモルカーに乗って街の平和を守るために働
働いている。お疲れ様です。ありがとうございます。臆病な性格を持つ、心優しい運転手に甘えたりもするが、いろいろなトラブルに巻き込まれがち。レタスが好き。ナンバー13、ポポム。宇宙と交信している。かわいい。ナンバー17、チャイ。インドからやってきたモルカー。かわいい。それでは本日の実況はここまで。皆様最後までお付き合いいただきありがとうございました。普段は UFO キャッチャーでモルカーやポケモンなどを集めたりしています。チャンネル登録よろしくお願いします。よかったらグッドボタンを押してね。ではまたね。バイバーイ。